皆さんこんにちは。畳エブリデイの太郎です。早いもので明日から8月です。日中の暑さは厳しさを増していますが、日が暮れた後の涼風は夏ならではの楽しみです。クーラーなどなかった江戸時代も、人々が活気づくのはやはり夕方からだったそうです。長屋に暮らす庶民たちは、日が暮れ始めると打ち水をして、涼み台という今でいうベンチの上でくつろいでいました。そこで本日は花熊荘屋上のベランダにござを敷いて、江戸に習ったお家でできる夕涼みのアイデアをご紹介いたします。まず夕涼みに欠かせないアイテムといえば蚊取り線香。有名な蚊取り線香のメーカー金鳥が開発したもので、殺虫成分のある除虫菊という植物の成分を練り込んで作られていました。発売は明治初期で、それまでは蚊やり火というよもぎの葉などをいぶした煙や蚊やでしのいでいたそうです。さすがに火を焚くわけにはいきませんので、ここでは蚊取り線香に頼ることにしました。そしてもう一つ欠かせないのがうちわです。奈良時代に中国から伝わり、もともとは位の高い人が顔を隠すための道具でした。江戸時代には庶民に広がり、暑さをしのいだり火起こしに利用したりするようになりました。涼しげな色のうちわを仰ぎつつ、川辺を散策したりするのが江戸っ子の夏の楽しみ方だったそうです。活気あふれる江戸の夜には、たくさんの屋台や行商人が出て、さまざまな食事を楽しむことができました。そこでこの日の晩ご飯には、そんな屋台飯をイメージしたものを用意してみました。一つ目は薬味たっぷりのカツオのたたき。江戸っ子は初物が好きとよく言われます。初物とは旬が訪れたばかりの食材のこと。カツオは夏の初物の代表格です。昔の暦では、夏の始まりは4月とされていて、この頃に出始めるカツオは初ガツオと呼ばれました。初ガツオは値段も高く、味も旬の盛りには劣りますが、初物をいただくことが粋だと考えられていたそうです。カツオは季節とともに北上し、やがて南へと戻る回遊魚です。8月から10月頃まで出回るカツオは戻りガツオと呼ばれ、脂が乗ったコクのある味わいが特徴です。反対に4月から6月頃までのカツオはさっぱりとした味わいになります。これから秋にかけては戻りガツオが美味しくなる季節、今からとっても楽しみです。この日はカツオのたたきのほか、お寿司とところてんも買ってきました。ところてんは天草という海藻の一種を煮出して、その汁を固めて作ります。酢醤油をかけたり、きな粉や黒蜜をかけて食べる食べ方もあるそうで、江戸っ子に人気のおやつでした。そしてなぜかところてんを1本のお箸で食べる地域があるのだそうです。2本だと切れやすいからなど、由来には諸説あるのですが、1本で食べるのはなかなか難しかったです。皆さんもよかったらチャレンジしてみてください。いわゆる和食と呼ばれる天ぷらやお寿司などは、江戸時代の屋台文化が発祥でした。お寿司はもともとお米に魚や野菜を漬け込んで乳酸発酵させたもので、
握り寿司が登場するのは幕末になってから。港が発達した江戸の町で新鮮な魚をさっと酢飯と合わせたものが好評になり、広く食べられるようになりました。握り寿司は作るのも食べるのもあっという間で、せっかちな江戸っ子にはぴったりなのだそう。高級料理の印象が強いお寿司ですが、元は屋台のファストフードだったなんてちょっと驚いてしまいました。そして夏のデザートといえば、ひんやりと冷やしたスイカ。果物は水菓子と呼ばれ、お砂糖を使ったお菓子が登場するまで菓子といえばこうしたフルーツや木の実のことを指しました。スイカはアフリカが原産で、シルクロードを通って日本に伝わりました。西の方から来た瓜だから、西の瓜と書くのだそうです。江戸時代には庶民にも広く浸透していて、夏はスイカを切り売りする行商人でにぎわいました。水分もたっぷりのスイカは暑い日のデザートにぴったりだったに違いありません。久しぶりにいただきましたが、さっぱりと美味しく、夏の訪れをしみじみと感じました。さて、いかがだったでしょうか。本日は江戸に習った夕涼みのアイデアをご紹介しました。蚊取り線香を焚いて夜風に吹かれながらまったりと過ごす時間は、なんだかとても癒されるものでした。クーラーの効いたお部屋で過ごすのもいいですが、時々こうして外に出て夕涼みを楽しんでもいいかもしれません。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。次回の小さな日本もどうぞお楽しみに。